おはようございます、こんにちは、こんばんは、アフリカ続きをやっていきましょう。はい、前回何やったんだっけ、あの夕日を撮ったんだっけ夕日を撮ったっていうか、それだけかいっていう感じもするんだけど、で例のね、あのイノシシ、早朝に行かないといけないということで、そうだよな、で一応ね、そのなんだっけ、フォトコンテストのあれを依頼を、まあ、フォトコンテスト、あれ依頼っていうほどでもないんだけど、やったらなんかアリ塚がくっついた気をしたんか、なんかメールが来てました。はい、アリ塚がくっついた気をしたんか、あんた白、レナナ植生研究所、あんた白アリのアリ塚はご存知か。アリ塚にはシロアリが木の幹を利用して作った珍しい形のものがあるらしい。こうアリ塚が木にくっついているような、もしそういう木を見かけたら写真を送ってくれんか。ああ、そうじゃ、木の大きさが知りたいからあんたと一緒に写っている写真がいい。レナナ編、レナナ植生研究所、アラン・ヘドマン。おっちゃんかわ、そうじゃっていうのはおっちゃんかってまあとりあえず、まあ、これも見かけたらって感じだね。で、来月号の使う写真なんだけど、カバの喧嘩を取ってきてほしい。とりあえずこれをね、やっていきたいと思います。わーと、うん、これどこだろうね、カバがいた場所っていうと、カバが喧嘩しているところか。難しい依頼だわ。ヘロエコのカバはよくケープツリーの近くに集まっているわよね。あの辺りはカバも多いし、シャッターチャンスに出会えるんじゃないかしら。ヘロエコか。じゃあヘロエコの方に行って、でヘロエコに行く前に、まずそのもう一度イノシシのところね、うん、見てみたいと思います。で一応早朝だもんね、キャンプしないとダメなのかな、真っ先に行ったらダメなのかな、うん、難しいな本当。どうしよっかな。うん。お、サバンナに落ちる。でね、結局、ジェームスがね、本当どこ行ったんだろうね。よし、とりあえず出発。まあ、すんごい横に傾いたけど、大丈夫か。よし。で、最近、皆さんどうですか話題がないから、なんかあれなんですけど。危ない。今のはこっちが悪く、こっちが悪いわけじゃないでしょ。明らかにシマウマが悪いでしょ。本当ね、あの当たり屋とかね、本当大嫌いバカかってね、うん。そういえばね、あの、まあ別の話ですけど、自分、あの、仮面ライダーが好きなんですよ。突然ですけど。でね、あの、今やってる仮面ライダージオーっていう、まあ作品、あの、うん、作品で、まあ、主人公のライダーが変身する時に使うアイテムがあって、一応それ、自分も今集めてはいるんだけど、あの、その、変身用のアイテムをね、なんか今日、まあ、新しいのが発売される日だったからちょっと買いに行ったんだけど、全滅だったんだよね。
で、どうも、ネットで調べると、どうもね、転売ヤーがすごいらしいんですよ。うん。なんかね、今回ね、おまけというか、キャンペーンでもう一つね、その、変身用のアイテムがついてくるっていうことで、まあ、で、結構人気のあるものなので、まあ、転売屋さんの、まあ、餌食になったらしい、餌食になってたのか、みたいなんですけど、でね、あちこちのツイッター、まあ、あちこちのツイッターというか、まあ、ツイートをちょっと見てみたんですけど、非売品の、そのアイテムが、非売品ですよ。7、8000円で売られてるんですよ。転売されてるんですよ。どう思いますか？非売品で、非売品で、しかも実際それって、本体自体も、まあ普通の、もので買えばっていうか、大人と子供かな、オスメスかな、で普通に買うとまあ1600、700円、まあ2000円しないくらいなんだよね。それをね、7、8000円でそんな売ってるって皆さんどう思います？明らかにおかしいでしょっていう。で、自分今回その新しい商品買えなくてね、まあ次に このエリアにカバーいないんだけど、次のその次に入荷した時にまあ買わないといけない、買うことになるんだろうけど。でもね、そうするとね、そのキャンペーンでついてくるもの、もうおそらくキャン終わってると思うんで、買えないと思うんだよね。もらえないと思うんだよね。でね、その、転売で、まあ、普通のね、定価よりも明らかに、値段が高すぎるような、ね、まあ、普通、定価よりもね、高い値段で、こう、転売してくる人って、なんか、法的にこう、できないのかなと思ってんだよね。詐欺とか、まあね、それこそ、そういう、まあ、転売関係の仕事に、もう、ちゃんとそういう、何かに登録しないといけないとか、資格的なものをね、作ればいいんですよ。それがね、なかなか難しいとは思うんだけど、やっぱりね、こう消費者としてはこう納得いかないよね。カバーいた。一応200ミリくらい。これ今なんだっけ？一番弾けるやつで来てたような気がするけど。だね。200。これがいい。よし。カバーの喧嘩。イベント発生しないね。
喧嘩どころがすごい仲良さそうなんだけど。え、マジか。ご飯食べてるだけ。ケープツリーってここだよね。ここで待ってるところ。あ、いや。あ、始まったかな。イベント始まった？これでよかった？一瞬あの依頼を、向こうからもカバが来るわ。カバは縄張り意識が強いから何か起こるかもね。エリック、枝、シャッターチャンスは逃がさないでよ。よっしゃ、任せろ。てかここってことはちょっとカメラ300ミリまで上げたい。カバの喧嘩を撮影しよう。ビッグゲームナンバー07。あの2匹かな、今歩いてる2匹かな。200ミリだとあれだから300ミリにすればよかったかな。まさか木の上からとは思わなかったから。いやでも200ミリでギリギリいけるか。っていうかさ、何あのカメラ、あのあれさせてくれないの。カメラの準備させてよ。バカじゃないの、エリック・ウェダー。200ミリでいけそうだね。あ、違う違う。うん。ブレてんじゃねえか。いやこれは絶対違うでしょ。すごい迫力。縄張りを守るのも命がけなのね。決定的瞬間だったんじゃない？ちゃんと写真は撮れた？うっさん。いやもっといい写真今あったでしょ。暗くない？ああ露出補正マイナス1かよ。マジか。ああそうだね。前回もセピアやっちゃったもんな。ちくしょう。あれだね、もうあの行く前にまずカメラの準備をしてから行かないとダメだね、これ。マジか。そして
マジか。ベストショットって嘘でしょ。いや明らかにこれとかの方がいいと思うんだけど。うん。これとかいいじゃん普通に。うん。これも結構いいと思う。あ、これいいじゃん、これ。うん。てか、お互いこう、講習を掛け合ってるような、吐息をね、掛け合ってるような感じで、ちょっと嫌だけどね。人間でこれやったらね、すぐ、あれだよね。そうかい。そう。今なんか揃ってこっち見たけど、はい、こっち向いてムーミン。ムーミンってあれカバだっけ。よ、まあ妖精っちゃ妖精ならしいけど。あ、縄張り意識が強いといえば、そういえばカバってあれなんだよね。なんか自分の糞をこう水辺に撒き散らし、だからバカ野郎、何やってんの。うわ、近づくなってバカ野郎。あの糞をね、こうなんだろう、水辺で糞をして尻尾でバシャバシャやって、はあの周りに飛ばしまくって、それであの縄張りをやってるんだよね。あのいわゆる猫の、ま、猫とか犬のマーキングみたいな。うん。あれね、なんか嫌だよね。だって自分の周りにその自分の糞がこう漂ってるわけでしょ。うん。まあ野生動物だからね。なんだっけ、あの裸デバネズミって、あの女王ネズミがあの他のネズミたちに、その、あ、自分のそのまあしもべのネズミたちにおしっこかけるってなんか聞いたことがあるな。動物もなんかすごいね。何がすごいってさ、自分のこう排泄物まで利用するっていう、排泄物まで利用するっていうか、うん、ああでもそうか、あのウサギとか盲腸糞ってほら、あの一度草を食べて腹の中で発酵させて、お腹の中で発酵させて、あの一度糞として出したのをまた食べて、その、うん、消化を良くするみたいなあれをするらしいけどね。ちょっと不思議だよね。一度ここで時間を、ああ、そう、アリズか、まだ時間ありそうだね。からのしっかりとベースキャンプに戻ったら進んでみましょう。今の時間ってどれ、何時くらいなんだろう。ベースキャンプに戻るのもあれなんだけど、まだ火は高いところにあるみたいだね。だったら一度、あのアリスカっていうとあそこだよね、あの平原じゃなくて、あの峡谷か、
でも峡谷まで行くってなると、あれどう行けばいい？一度山越えないとダメかな。一番遠いところだもんね。あー、なるほど。でも木の近くにあるなんかあったっけ？他に。キワンジャ平原にはなかったよね。ちょっと急ぎ目で行って。だからこっちに走ってくるんじゃない。バカ野郎。鳴らしながら走ればいい。うるさいな。自分で鳴らしておきながらなんだけど、うるさいな。いけいけいけ。山越えはね、好きじゃないんだよ。てかだいぶ日も暮れてきたもしれない。影が伸びてきてるね。どうしようか。でもここまで来ちゃったからな。なんだ、あの、あれだ、こいつらなんだっけ、名前忘れちゃった。バブーンか。懐かしいな、バブーン。よし、いった、こんなところにも木か。なんかさ、こう痛い。ショロワ峡谷。もうちょっとさ、あのエリック・ウエダ視点からのこうあれが、うん、見れればいいんだけど。さて、木のそばにあるシロアリのアリ塚。うん、おーい、夕方になってんじゃねえか。マジか。ということは、おそらく早朝ってことはキャンプしないとあれダメだと思うんだよ。だから、あの早めにね、あそこでキャンプしたい。キワンジャ平原で、もう面倒だな。あ、寒いからもうちょっと待ってね。っていうか、日暮れてんじゃねえか。多分せめてキワンジャ平原まで行かせて。
確かにね、痛い。確かにこの、なんだ、もうふざけるんじゃないよ。あのクラクション鳴らしながら走ると、うん、動物たちが近寄ってこなくなる気がする。でさ、一体さっきから何にぶつかってんのこれ。この車もオンボロだな。結構、あれ結構な、ずっと押しっぱなしにして、アクセルキーずっと押しっぱなしにしてるんだけど。マジかよ。なんで動かないっていう。うん、キャンプ。どこからになるか。いちいち、あそこまで戻らなくていいからね。せめて、あの、ドゥーマ草原の方から始まってくれ。頼むから。頼むよ、ドゥーマ草原から、ドゥーマ草原から。ローディング長いな、このゲーム。はあ、さあどこだ。テントを片付けた、失敗した。そっからかい。こいつら一度戻ってくるの。ふざけんなよ。せめてさ、終わったところでさ、テントでやろうよ。まあちょっと今回口が悪くて申し訳、まあ、今回だけじゃないかもしれないけど。その転売ヤーとかいろいろあったりね。ちょっとまあ今日は少しイライラしてますから。なんか操作もうまくいかないしね。何なんだろうな。あまりイライラしすぎるとかね、こう幸せが逃げちゃいますからね。ああ、かといってね、まあ自分もどうなんだろう。普段怒らない人が怒ると怖いっていうけど、ゲームには悪態ついてるけど自分どうなんだろう。まあ、怒ること、まあ、あの心の中で、あの怒ってることはあるけど、あんまり声にか、うん、表には出さないかな。まあね、人それぞれね、こう いろんな考え方あるからっていうのはあるからね。だからあんまり怒るに怒れないんだよね。この人はそういう人なんだみたいな感じでしか見ることはできないし、うん、はあ。さて、早朝とはいえ、
なさそうだな今日も。ここでテントを張らないとあれかな。前回ですね、終わるところがちょうどほらテントじゃなかったんですよ。ここで、終わりますっていう話してたんだけど、で一度そこで日暮れまで待って、日が暮れたら一度そこでもう一度収録し始めようかなと思ってたんですけど、で一旦置いてたんですね。で結構日が暮れるまで時間あったんで、ちょっとねチャンネル変えてちょっと別の動画見てたんですけどそしたら普通今までキャンプに戻りますかとかいうあれが選択肢が出てたじゃないですか。だから今回もそんな感じ、そこで止まってるかなと思ってたんですけど、なんかねキャンプに戻ってたんですよ勝手にふざけんなよっつって、もうねやだいろいろやだ。なんかいたような気がしてくる。今日もいないね。そうだな。じゃあ一度、あれなんだっけ。カバの写真だけ送って、もう一度ここに戻ってきて終わりましょうか。そうすれば時間も結構経つんじゃないかな。ていうかエリア移動したとき結構ちょっと時間経ってたのかわかんないけど、急に暗くなってたよね。ってことは、エリア移動繰り返す。あれ？車どこ行った？あれ？あ、いたいた、びっくりした。アンナさんから走って帰れって言われたのかと思った。あくびも出るよあくびも出るし、ため息も出るし、前回の動画もね、特に編集もせずに、そのまま出しちゃった。ヘロエコへ。びっくりした。外からバイクの音が。とりあえず明日は日曜日か。休みですよ。皆さん、お休みの日ですよ。何をしますか？僕は予定何もありませんが。サバゲー行きたいなと思ってたんだけど、なんか逆に、最近サバゲに行かなすぎて、なんかサバゲ行く気がどんどんなくなってるんですよねいつも行ってるお店がだいたいお昼、昼っていうか10時くらいから、3時までくらいかと、4時から夜の10時までの時間をやってるんですけど、なんかね、もうそんな時間あれするんだったら、
そんなその時間遊んでるんだったらまた別のことした方がいいんじゃないかみたいなことをね思い始めて。なんだろうな、ちょっと前までねあんまりサバゲー行きたい行きたいと思ってたの、最近行ってないな行きたいなって思ってたのに、なんだろうね、ジェームスもいないしね。あ、なんかゲームするのにこんなに体力使ってたっけ。Eメール。あ。さて、個人的にこれがいいよね。マーベラス、エクセレント、マーベラス、エクセレント。うん。よし。それじゃあ。一旦今日はここで終わりましょうか。で次回、あそこ、なんだ、キワンジャ平原から始めたいと思います。それではお疲れ様でした。